7月29日から8月19日までの日曜日と木曜日、いなべ市梅林公園内にあるブルーベリー園で毎年恒例のブルーベリー狩り体験が開催されました。開催前から問い合わせがたくさんあったという人気のブルーベリー狩り体験。初日は朝から気温がぐんぐんと上がる中、開園を待ちわびる人の姿が見られました。いなべ市農業公園の関係者によると、今年は非常に暑い日が続いたので実りが良かったとのこと。皆さん完熟の実を次々に摘み取り、容器いっぱいになるまでブルーベリー狩り体験を楽しんでいました。1ヘクタールのブルーベリー園には糖度が高く香りの良い品種ティフブルーをはじめ、甘くてたくさん実をつけるホームベルなど全部で7種類の品種が植えられています。体験料は 100g あたり200円。この日8人で 6kg のブルーベリーを摘み取った家族は、収穫したブルーベリーはジャムを作ってみんなで楽しみますと話していました。めっちゃ取りましたね。8人、すごいね。今年も大盛況だったブルーベリー狩り体験、美味しいジャムができているといいですね。